そうですね、すごい長かったです。長かったけど、もうそれをもうただ長かったんじゃなくて、もう形にしたい。今までやってきたことを、今までずっとやり続けてきたことをもう形にしたいなっていう気持ちで、今それだけしか考えられないです。やっぱりこういう風な消化ガラスができて、街が盛り上がったり、サポーターの人たちが喜んだりするような顔を見るのって、僕たちもそのエネルギーになってるし、そうですね、今まで本当に支えてくれた、方々っていうのは本当に恩返しがしたいので、本当に、ね、これからはやっぱりいろんなことがあると思います。敵も多いけど味方もすごい多いような世界なので、もう本当に一緒なベルマーレという、まあ、ファミリーとして、家族として、そういうのに立ち向かって、いけたらなと思います。そうですね、とにかく2-1で負けてたので、自分ができることとすれば、もう勝ち点1でも取れるように、1点取って出るという、いや負けたくなかったので、もうこの勝ち点1点がすごい大きくなるというのも分かったし、それだけを考えて現役をしたけど、もうここまで来たら理屈とかじゃなくて、もう本当にもう気持ち、絶対勝つんだという強い気持ちが、一人で、多くって言ったら私ですけど、そういう気持ちを持ちながら常にプレーし続けたチームが、本当に気持ちですね。もう気持ちって簡単なんですけど、気持ちって言うのは簡単なんですけど、本当にどれだけのレベルの気持ちを持ってやるかなと思います。もう本当に、今まで支えてくださった方々の気持ちと、もう本当ともに熱い戦いができたらもう最高だと思います。相手もいる世界なので、相手も手を払いながら最高の試合ができたかなと思います。いつも応援ありがとうございます。甲府戦すごい大切な試合になると思いますけど、もうサポーターの皆さんやっぱりいつも支えてくださって、その気持ちと共に、僕たち選手も戦っていきたいと思います。本当に、しっかり僕自身も準備して大切な試合の一戦に臨みたいと思います。一緒に戦いましょう。